ナンバーアンダーライン愛衣装店レポメンバーの汗と涙が染み込んだ衣装に感動泣きっ面この平野翔君の手袋を見て感動しかなかったナンバーアンダーライン愛衣装店であの日を体感メンバーの息遣いが聞こえるナンバーアンダーライン愛の衣装店はファンにとって特別な意味を持つ体験の場となっていますこのイベントはアーティストが実際に着用した衣装を目の前で見ることができるという 非常に貴重な機会です。ファンたちは衣装の細部に至るまで見入ることで、彼らの努力や情熱を感じ、感動の瞬間を共有することができます。衣装には、ステージ上での汗や涙、そして数えきれないほどの練習の痕跡が刻まれており、ファンにとってそれは単なる布切れではなく、アーティストの魂が込められた、ショーなのです。衣装店を訪れた多くのファンが最も感銘を受けた点は、 衣装が少し汚れていることです通常、ステージ衣装といえば美しく保たれているものですが、このイベントでは実際にパフォーマンスで使われた、リアルな状態の衣装が展示されています。これにより、ファンはアーティストがどれほどの努力を重ね、体を酷使してステージに立っているかを肌で感じることができました。この少し汚れている感じが、 彼らの魂と汗と努力が全て詰まっている気がして泣けるねと感想を漏らすファンも少なくありません。この言葉には、ファンがただ外見だけではなく、その裏にあるストーリーや感情を読み取っていることが伺えます。また、衣装店で感じることができるのは、素材やデザインの細やかな違いです。衣装はステージ上での動きやライティングに合わせてデザインされており、そのディテールにこだわりが詰まっています。 素材や色味が微妙に違っていて、とてもときめきました、と語るファンもいるように、近くで見ると衣装の一つ一つにアーティストやデザイナーの意図が込められていることがわかります。このような展示では、衣装がただの飾り物ではなく、アーティストがステージで自分を表現するための重要なツールであることが強調されます。ファンにとって衣装展は、アーティストとの距離を感じさせる一方で、同時にその距離を縮める体験でもあります。 展示されている衣装を見ることで、アーティストが実際にその衣装を着てパフォーマンスをしていたというリアリティを感じ、彼らがここにいたんだと強く実感する瞬間が訪れます。特に、ステージの激しいダンスパフォーマンスを思い浮かべながら、その衣装がどれほどの負荷に耐え、彼らの体を支えていたのかを考えると、ファンの感動は一層深まります。展示されている衣装には、使用感があり、 それがアーティストの努力と経験を物語っています。このリアルな証拠を目にすることで、ファンはただの観客ではなく、彼らの歩んできた道の一部を共有しているかのような感覚を抱くのです。衣装店には、整理券が必要なほどの人気があり、チケットを手に入れることができたファンたちは、まるで特別な宝物を手にしたかのような喜びを感じます。一方で、整理券を手に入れられなかったファンたちは、 何度も挑戦しながら諦めずに努力を続けていますチャレンジするも今日もダメだったという声もありますがその中にも諦めずに挑戦し続ける姿勢が見られますこのような経験はファン同士の絆を深める要素にもなっています整理券を手に入れたファンが自分の体験を他のファンと共有し写真や感想を SNS で発信することで実際に訪れることができなかったファンにもその感動を伝えています 互いに情報を交換し合い、感動を共有することで、ファンコミュニティ全体が一つの大きな家族のように感じられる瞬間が生まれます。さらに、衣装店の中には、アーティスト自身が個人的にカスタマイズしたアイテムや、特定のステージでしか見られなかった特別なデザインも展示されています。これにより、ファンは彼らの個性や創造性をより深く理解することができます。特に、ファンが感動したのは、 アーティストがステージで着用していた手袋や小道具がそのまま展示されていたことです。この平野翔君の手袋を見て感動しかなかった、というコメントもあるように、こうした細かなアイテム一つ一つにも、ファンは特別な感情を抱いています。手袋一つでも、その使い込まれた様子からアーティストの過酷なスケジュールやステージ上でのパフォーマンスの激しさを想像し、感動を覚えるのです。このような展示イベントは、 単にアーティストのファッションを楽しむだけではなく、ファンがアーティストの成長や進化を実感する場でもあります。特に、ナンバーアンダーライン愛のような人気グループの場合、ファンにとっては、彼らのデビュー当時から現在までの成長を振り返る貴重な機会です。彼らがどのようにして今の地位を築き上げてきたのか、その努力の軌跡が一生一つ一つに現れているのです。ファンはその過程を共有し、彼らの成功を共に喜び、 さらなる応援の気持ちを強めますまた、衣装店の一部では、アーティストが実際にステージで着ていた衣装を見たファンが、その感動を SNS でリアルタイムにシェアする場面も多く見られました。ファンは、自分が感じた感動を言葉にして、他のファンと共有することで、その場の雰囲気をさらに盛り上げます。推したちに感謝ですといった言葉や、人生初の衣装店。 この衣装を着ていたのかと思うと感動で息が止まりそうだったといったコメントがファンの感情の深さを物語っています。このようなリアルタイムでの感動共有はファン同士の絆を強め彼らのコミュニティがより強固なものとなっていく過程を示しています。さらに衣装展の成功を受けて今後もこうしたイベントが続くことを期待する声も高まっています。多くのファンは 次はどんな衣装が展示されるのだろうと楽しみにしており、また新たな感動を味わいたいという期待感に満ちています。このようなイベントは、アーティストとファンの距離を縮めるだけでなく、ファンが自分自身の思い出や経験を大切にするきっかけにもなります。イベントを通じて得られる感動や喜びは、単なる一時的なものではなく、ファンの心に深く刻まれ、長く記憶に残るものとなるでしょう。このように ナンバーアンダーライン愛の衣装展は、ファンにとって非常に貴重な体験を提供する場となっています。衣装を通じてアーティストの努力や情熱を感じることで、ファンはさらに彼らを応援する気持ちを強め、また新たな感動を求めてイベントに足を運び続けるのです。ファンとアーティストとの間に築かれた絆は、こうしたイベントを通じてさらに強固なものとなり、これからも続いていくことでしょう。衣装展を通じてファンが感じるものは、 単なる感動だけではありません。衣装を目の当たりにすることで、アーティストがステージでどれほどの努力を積み重ねているか、そして彼らが自分の夢を実現するためにどれほどの犠牲を払ってきたかを実感できます。特に、ナンバーアイのようなグループは、デビューから現在に至るまでの道のりが決して平坦ではなかったことをファンは知っています。彼らが歩んできた険しい道。 時には困難に立ち向かいながらも決して諦めずに前進してきた姿を思い起こすと、ファンの胸には熱いものがこみ上げてきます。衣装に残された細かな傷や汚れは、まさに彼らの挑戦の証です。激しいダンスパフォーマンスの最中についたかもしれないその傷跡は、彼らがどれほどの情熱を持ってステージに立っているかを物語っています。例えば、衣装の肘や膝部分が擦り切れているのを見て、 この部分で彼らは何度も床に手をついたり、膝をついてパフォーマンスをしていたんだと想像することができます。ファンの中には、そのような細部を見つけるたびに、涙ぐむ人も少なくありません。それは単なるファッションアイテム以上の意味を持ち、アーティストの努力と苦労を間近に感じることができるからです。さらに、衣装店はファンの間での情報共有の場としても機能しています。訪れたファンたちは、 自分の感じたことや見たものを SNS で発信し、まだ訪れていないファンたちにもその感動を伝えようとします。中には、写真を見せていただけますかというリクエストが飛び交うこともあり、それに応じて撮影した写真をシェアするファンも多くいます。実際に展示会に足を運ぶことができなかったファンにとっては、こうした情報や画像はまるで現地を訪れたかのような臨場感を与えてくれる大切なものです。これにより、 ファンコミュニティ全体が一体感を持ち、より深い絆で結ばれていくのです。また、衣装店の成功は、ファン活動の幅を広げるきっかけにもなっています。イベントに訪れることで、今まで知らなかったアーティストの新たな一面を発見するファンも多いです。例えば、衣装の裏地に隠されたメッセージや、ステージ上では見えなかった細かな装飾など、普段は目にすることのできない部分に気づくことで、 アーティストへの理解や愛情がさらに深まりまりすあるファンは衣装を間近で見ることで彼らがどれほどのこだわりを持ってステージに立っているかが分かりますます応援したくなりましたと話していますこのような気づきはファン活動に新たな楽しみをもたらし彼らを長く応援し続ける原動力となります衣装店での体験はファン一人一人の心に深く刻まれるものです特に 実際にアーティストが着用していた衣装を目の前にすると、ステージ上での彼らの姿が鮮明によみがえります。その時に彼らがどのようなパフォーマンスをしていたのか、その時の表情や動きを思い出しながら、ファンは感動の波に包まれるのです。この衣装を着て、彼らはあの曲を歌っていたんだ、と思うと、その瞬間にタイムスリップしたかのような感覚を味わいます。衣装が持つ力は、ただの物理的な存在を超えて、 ファンの心に深い印象を残します。